浅間山は群馬と長野県にまたがる標高2568メートルの日本でも有名な火山です。古くから火を吹く山として噴火を繰り返してきましたが、中でも江戸時代の天明3年の噴火は凄まじいものと伝えられています。旧暦の7月8日、火口から12キロ北側にある神原村は大噴火による土石流に襲われ壊滅しました。せき止められた吾妻川が決壊し、下流の利根川沿いの村々を襲い、1500名もの犠牲者を出しました。その泥流は利根川河口の銚子まで至ったそうです。この時村外にいた者と土石流に気づいて高台の観音堂まで避難できた者だけが助かりました。私たちが7代目ぐらいかな、ね、さっき話してきたの計算すると大体7代ぐらいに当たるのかな、ね、そうなんですよ。それでね、一番その朝まで押されたうちの先祖っていうのがね、商家だったらしいんですよ。それでね、奥さんが頭をして亡くなって、うん、旦那さんはね、草津へ商いに行ってて助かったんだって。それでね、あの過去日にね、そこにお墓があるんですけど、その過去日にね、あとまた後添えなんもらうって書いてありますよ。過去帳にはね、ちゃんとね、押されちゃってね。ここがその神原観音堂です。ここ神原村では村民577名のうちわずか93名だけが助かることができたのです。昭和54年、発掘調査が行われ、当時の悲惨な状況が明らかになりました。今は平和な町並みの神原も、当時は家や人も牛や馬も全て泥流に飲み込まれてしまったそうです。この時の噴火で流れ出た溶岩が今の鬼押出しの光景を作り出しました。この鬼押出しが現在では観光地として多くの人を集めています。今でも浅間山は生きています。山は人間にとって自然の脅威だけではなく、その恵みも与えてくれているのです。噴火によって多くの命を奪った土地が、今では日本一の出荷量を誇る高原キャベツの産地として、この地に住む人たちに
恵みを与えています。火山は自然の脅威です。しかしその反面、自然は人間に豊かな恵みをも与えてくれます。これからも自然と人間は共に生き続けていかねばならないのです。